はい、こんにちは、116ウィンズです。早いものでもう9月、レギュラーシーズンも今月で最後。信じられない話ですが、今年も野球漬けの日々が徐々に終わりへと向かっていることを感じます。シーズンの成績に関しても、まあプレーオフ争いですとか各賞の争いですとか、そういったものは最後までもつれる部分はありつつも、ここまで来たら大枠は固まったというか、大体どんな感じになりそうかは見えつつあるわけで、そうなると今季まさかここまでやれるとは思っていなかった方々に、そろそろ自分の見る目のなさを謝罪しなければなりません。今回はそういう動画となります。それでは謝っていきましょう。まず謝らないといけないのはブレイブスのクリス・セール。昨年オフにレッドソックスからトレードで加入したわけですが、近年は怪我などもあってまともに投げられず、2017年を最後に一度も規定投球回に到達していませんでしたし、なんなら2023年までの直近4年間に至っては4年間合計で151イニングしか投げられていない選手。往年のセールは MLB 屈指のエース左腕であり、昨年も K%、チェイスパーセントともに MLB 上位と、支配力自体はまだまだ健在、20先発で防御率 4.30 から想像する内容以上であったのは事実でしたが、それでもまあ35歳。近年怪我に悩みがちの左腕に過度な期待はできず、正直セール一人でボーン・グリソンももらえたレッドソックスの方がトレードとしては旨味があるんじゃないかと当時は思ったものでした。ところが現地9月6日時点で26試合に先発し、共に MLB トップとなる防御率 2.46、206奪三振、ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメント 5.5 と、前世紀の彼を思い出させてくれるようなピッチング。2012年から7年連続でサイヤング賞投票6位以内に入りながらも、賞そのものには手が届かなかったセールが、まさかこの年齢でサイヤング賞受賞が現実味を帯びてくるとは。故障者続出でかなり苦労している今季のブレイブスですが、セールの補強は結果的にチームを救う大きな一手でもありました。クリス・セール様、本当に申し訳ございませんでした。続いてはジャイアンツのマット・チャップマン。昨年オフの FA 市場注目選手の一人でしたが、年が明けてもなかなか契約が決まらず、最終的にジャイアンツと結んだオプトアウト付きの3年契約は、まあオフが始まった当初に本人が思い描いていた契約ではなかったでしょう。チャップマンはどうしてもチームからすれば大型契約には二の足を踏みそうな選手というか、ちょっとリスクも気になる選手だったのは事実で、2023年までの直近4シーズンで WRC プラスが120を超えたことはなく、昨年は110、空振りが多かったりとムラも目立ち、打線の中核を担うタイプでもないと。過去には2年連続でプラチナグラブ賞に輝くなど、サード守備はエリート級ですが、それでも前世紀と比べますと少し落ち込んでいますし、今季が31歳のシーズンという点もマイナスには移ったかなと。マリナーズが一時チャップマン獲得を検討しているという話が出た時にも同じような印象で、どうかなと思ったものでした。しかし今季のチャップマンはバッティングを多少戻した感があり、9月6日時点で WRC プラス118、残り1ヶ月で125円まで持っていける可能性は十分ありそうですし、サード守備に関しても DRS プラス15は直近5年間で最高値、ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメント 6.0 は MLB 全野手中8位の好成績で、先日ジャイアンツと6年総額1億5100万ドルの契約延長も発表。ウィンザーリプレイスメントで4くらいなら残せそうかなと思っていましたが、今季のチャップマンは正直想像以上でした。マット・チャップマン様、本当に申し訳ございませんでした。続いてはブルージェイズのウラジミール・ゲレーロ・ジュニア。2021年に48ホーマーを放ってホームラン王になってから、2年続けて打撃成績が下降傾向にあり、あれこれもしかしたら2021年がすごかっただけなのではと、昨年の WRC プラス118は基本はファーストのスラッガータイプとしては物足りない内容でもありました。今季の前半戦も最初はややスロースタートで、そこから調子を上げて苦しむブルージェイズ打線の中では数少ない頼れるバッターだったとはいえ、前半戦合計で WRC プラス133、水準的には2022年寄りの内容と、マリナーズがこの夏ゲレロジュニアのトレードを狙っているという話が一時シアトル界隈で話題となりましたが、2021年ほどのモンスター級の成績を期待していいかわからない点、基本はファーストにもかかわらずかなりの対価も要する点も考えますと、自分の中でも迷う気持ちはありましたね。ゲレロジュニアを見てみたい自分と、対価に発狂して3週間くらい気絶する自分の両方が存在する感じ。そもそもブルージェイズはゲレーロジュニアを手放すつもりもなかったようですので、結局は夢物語でしかなかったんですが、ただ後半戦に入ってからのゲレーロジュニアは一段とバッティングのギアを上げ、後半戦の WRC プラスなんと257、この猛打に支えられシーズンの WRC プラスも現在170と、166を記録した2021年をも上回るキャリアギアペースまで上げているんですからびっくりです。ゲレーロジュニア様、舐めてしまって本当に申し訳ございませんでした。ここからはチーム単位の謝罪です。まずはニューヨークメッツ。2022年に101勝を挙げるも、昨年は一転してシャーザーやバーランダーの放出に動くなど、チーム解体に舵を切り、オフの補強も短期契約のベテラン選手が中心。この補強は今年また気合を入れてプレーオフを目指すぞというよりは、デイビッド・スターンズの下で組織の再構築、勝つことは一定目指しながらも夏のトレードデッドラインで売りやすい選手をあらかじめ多数集めておき、で、夏が来たら武器商人がごとく、コンテンダーに集めたベテラン選手を売りさばき、マイナーを強化する流れだと思っていました。メッツの
途中までの戦いぶりからしてもそのルートの可能性は高いんじゃないかとも思い、チームの半分がトレード候補みたいな動画も上げました。しかし実際にはどうでしょう。夏前くらいからメッツの調子がぐんと上がり、なんなら新加入のセベリーノ、マナイア、JD マルティネス、ベイダーらベテラン選手がチームに欠かせない働きぶりを見せ、調子のアップダウンはありつつも普通にトータルでは投打ともに平均以上のチームという感じになりましたよね。結局当初想定していた売り手としてのムーブは見せず、むしろ買い手に回ってコンテンドすることを決定。NL のワイルドカード争い、特に最後の一枠はまだどうなるか全くわからない状況ですが、そこにメッツがまだ食らいついていること、これはもう最終結果がどうであれもう謝らないといけません。ニューヨーク別の皆様、本当に申し訳ございませんでした。続いてはサンディエゴパドレス。2022年のプレイオフではドジャースを破り、昨年は久々の地区優勝、リーグ優勝に期待する声も多かったチームでしたが、終始波に乗れず不完全燃焼に終わってしまった1年。放映権収益の問題からペイロールの削減にも舵を切る必要があり、不安外を放出せざるを得なくもなってしまいました。それでもタティスジュニアやマチャドラを筆頭に、スター選手の力はあれど、ロースター全体の層の薄さも開幕前は気になるところで、外野陣はどうなるのか、全体的に経験の浅いブルペンはどうなっていくのか、こういった点は個人的には引っかかるポイントで、順位予想においてもあまり上に置くだけの材料がないチーム状況と感じてしまいました。しかしパドレスも予想以上だったというか、タティスが長期離脱、マチャドやボガーツらは彼らのスタンダードを考えると低調なシーズンを送り、むしろ本来期待していたスターの力がそれほどない中で、ジャクソン・メリルとジュリクソン・プロファーがオールスターに選ばれる活躍ぶりでチームを支え、さらにフロントの積極的なトレードも功を奏しましたよね。開幕直前にディラン・シース、5月にルイス・アラエス、トレードデッドライン直前にジェイソン・アダム、タナ・スコットと大物選手の獲得に相次いで成功し、そのどれもがチームを押し上げる一手になった印象です。メッツと同様、パドレスの戦いぶりに関してももう謝罪の必要があるでしょう。サンディエゴパドレスの皆様、本当に申し訳ございませんでした。そして最後はカンザスシティロイヤルズ。多くの人にとってもそうかもしれませんが、今年の躍進に関しては全く予想ができませんでした。昨年106敗、2018年から続く低迷が長期化し、かといって再建がものすごく進んでいるという印象もなかったので、トンネルの先も正直見えていない状態という印象を抱いていたチームです。来年のドラフトロッタリーから出禁のため過度に負ける意味も少ないこと、さらにはチャンスが多そうなエール中地区の状況も鑑みて、昨年オフに予想外の積極航空に転じ、セス・ルーゴやマイケル・ワからベテラン選手を加えてきましたが、それだけで劇的にチームが変わるとも思えなかったんですよね。今季ロイヤルズに加入したウィル・スミスが一人だけ3連覇中である話を以前したことがありましたが、あれもロイヤルズでどうこうというよりはトレードデッドラインでの移籍を念頭に置いていました。まあ地区再開は回避できるにしても、それ以上の想像はなかなかできずといった感じ。しかしロイヤルズ劇的に変わりました。ルーゴがエース格に化け、若もストリートな活躍ぶり、ここにレイガンズ、シンガーも加わって先発陣が一気にレベルの高い集団となり、チームの安定に寄与すると、打線もボビー・ウィット・ジュニアがジャッジと熾烈な MVP 争いができるだけの選手になったり、ペレスが復活したりして打線を牽引。9月まで割と余裕のある差をつけてプレーオフ圏内を維持し、スミスの1人4連覇の可能性もつないでいる。こんな未来は全く頭にありませんでした。カンザスシティロイヤルズの皆様、本当に申し訳ございませんでした。ということでね、まあ自分の見る目のなさを痛感する感じの動画になっているわけなんですけれども、なんというか本当にごめんなさい。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。